ユリが折れた。大丈夫かリン。この敵、前に戦った時より強くなってやる。それもあるけど、ユリを酷使しすぎたみたい。そんなんで折れるなんて根性ねえな。情けねえぞ。どうやら湿布は特用を。そんなことを言ってる場合ではあり、フェンサーと妖精をつなぐ絆であるフューリーが折れた以上、お二人が戦うのは無理です。ここは私が引き受けますから。なことできるか。ティアラだってもうズタ。あなたは良くてもアリンさんは重傷です。パートナーを大切にするのもフェンサーの役目ですわよ。ティアラに心配されるなんて最悪。ファング、ファング、くそ、こんなんでやられるか。ファングさん、危ない。ダメ。アリン、バカ野郎、どけ。ファングは私が守る。これはアリンの力なのか。飛べそうな気分だ。よろしくって。ほっしか始めます。こんならやる。行きますわ。さては、お覚悟を。すげえパワーだ。始めます。こんならやる。こいつが来た。お覚悟を。すげえパワーだ。行きますか。やらせてもらう。エアロイズ。どなたが相手かしら。さては、いきますか。どなたが相手かしら。やれ。私ですわね。やらせてもらう。お覚悟を。これが。すげえパワーだ。やらせてもらう。リミット炎。バーニングストライク。いや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 。とっとめ。寝てろ。力が溢れる。これが新しい力か。
なかなかやるじゃねえか、アリ。まあね、女神の一部である私が本気を出せばこんなもんよ。よくもまあこのタイミングで力を発動できたな。ティアラに心配されるのがうざすぎてやる気出たよ。つまりお二人がパワーアップしたのは私のおかげですのね。な、頭上がらないのはそっちでしょ。助けてもらっておいて。私のおかげだと言ったのはアリンさんです。おかげだなんて言ってないよ。くー、この恩知らず。ギャーギャー、うるせえな。アリンとティアラは憎まれ口叩き合いながらもお互いを成長させてる。どんなに性格が違っても意見が対立してもいざとなりゃ助け合っちまうんだよ。ファング、せっかくいいこと言ってるのに鼻水ダラダラですわ。